今日から我が社は詐欺を始める。頑張っていくぞ。あえやりましょう女子。新の日の参考だってちょい足してる脚光だってゴールサクレイジーとテイクオブレイキー 99% 間違える引っ掛けクイズ。金が稼げないからな。もういっそ詐欺で一攫千金を狙う。ついに最後の一線超えたなこいつ。お前たちが最後の一線を超えてきたからな、俺も頑張らないとと思ってな。ジャーシー、熱い話みたいにすんな。泣き出しそうな人。詐欺とは人を勘違いさせて騙し罠にはめる行為だ。そこでお前たちには引っ掛けクイズを解いてもらい、騙すための方法を学んでもらう。はいジャーシー頑張ります。なんだこいつこんなやる気満々なの。大丈夫、今にも泣き出しそうな人がいます。一人はトイレにいて、もう一人はどこにいるでしょう。問題文から本当に答えがわかるんですかこれ。発想の転換が必要だぞ。それが詐欺を考える力に繋がる。詐欺やるって発想を転換しろよ。あ、僕これ答えわかっちゃったよ。本当ですか。普通に涙って見られたくないものじゃん。だからトイレ以外に思いっきり一人で泣ける場所が答えなのさ。つまり僕の胸の中さ。正解。トイレ行く泣く。いやいや、こんな問題で苦戦するな。ちゃんと問題も見ろ。上司さんには法律見てほしいです。お、答え分かったぞ。よし、たペンギン答えろ。今だろ。大正解。どういうこと。今にも泣き出しそうなってあるだろ。だから今にも泣き出しそうな人がいるんだ。言葉遊びだったんですね。いい発想の転換だペンギン。お前には詐欺の才能があるぞ。やったな。クソみたいな才能だなそれ。アルファベット。続けて第2問。英語のアルファベットの一番最初の文字は A で B の前にあります。では一番最後の文字は何でしょう。普通に Z じゃないんですか。不正解。おいしゃし、普通の答えのはずがないだろ。もう企画に普通は通じないもんな。アルファベット自体を紙に書いてみろ。アルファベット自体、もしかしてそういうことか。ああペンギン、僕メモ帳ないからそれ僕にも貸して。お、おう。なるほどねペンギン。よし、答えは T です。おい、大正解だ。アルファベットのスペルは ALPHABET だから最後の文字は T なんだよね。こいつ人の答え騙し取りやがった。パンダさんは詐欺力訓練する必要ないですね。大根。次の問題だ。畑にある10本の大根のうち3本だけ抜いた。抜いた後いくつ残った。0本。僕だったら全部盗むからね。なんで畑泥棒の話になってんだよ。残念、不正解。なんで。そもそも人として不正解だからじゃない。普通に考えたら7本ですけど、頭をひねらないといけない問題ですよね。ちなみにこの問題は1問目と考え方は似てるぞ。ってことは、はっ、わかりました。答えは3つです。シャーチ正解だ。この抜いた後は後のことを指してたんですよ。そういうことか。お前も詐欺力が上がってるな。あんまり嬉しくないですけど。おいシャーチ、詐欺力が上がればペンギンを騙して捕食できるかもしれんぞ。早く次の問題ください。上司さん、新しい問題生み出さないでくれる。車の運転。ダイヤモン、丸、三角、バツ。車の運転に必要なのは何でしょう。丸じゃないんですか。タイヤもハンドルも丸いし。不正解。じゃあ罰ですかね。罰則が必要みたいな。不正解。じゃあ三角か。不正解。は、正解は四角だ。括弧の中から選ぶとは書いてないぞ。なんかこの問題ムカつきますね。ブラック企業の求人みたいで。年間有給10日支給します、括弧有給取れるとは言ってないみたいな感じだよな。お前らの詐欺力は俺に追いついてないな。むしろ俺たちを置き去りにしてどっか行ってくれ。よし、いやり。別に資格がなくても車の運転自体はできます。ヤバさで追いつこうとすんな。扉。第6問だ。閉じたり閉まったりする扉があるのに中へ入りません。それはなぜでしょう。これも難しい問題ですね。わかった、ドアがどこにも繋がってないからです。残念、違う。ドアは繋がっている。俺とパンダのようにな。じゃあし、何急にキモい。あ、もしかして引き戸だったんですかね。それもブブーだな。閉じたり閉まったりする扉だよな。もしかして。わかったんですか。閉じたり閉まったりする扉だから開かないのか。大正解だペンギン。そんな単純な答えなの。確かにこれは気づきにくいですね。普通に閉じたり開いたりって認識してたよ。さすがなペンギン、詐欺師の道を切り開いたな。俺の心の扉は閉じたぞ。バス。
最終問題だ。10人乗っているバスが止まって5人降りたら客は残り何人？とりあえず普通に答えてみよう。5人。ブブー。まだよね。あ、わかりました。0人です。どういうことだ？きっとバスは事故で止まった。生きていた5人がバスから降りて0人になってしまったんですよ。シャチ、お前全然違う。正解。いや、今の正解の流れでしたよね。違うんだ、めちゃくちゃそれっぽかったけどね。ヒントを出してやろう。客が残り何人っていうのが重要だ。ああ、もしかして運転手を除いて4人か。4人正解。最終問題だから200点。クイズ番組でよくあるやつ。ああ、なるほど。バスには運転手が乗ってるはずだから、その一人は省くってことね。さすがです、ペンパイ。まあ、俺のヒントの出し方が良かったんだな。いや、参考になったのはヒントの方じゃないぞ。え、上司見てたら、そういえば先週の飲み会省られてたなって思い出して。みんな帰って寝るって言って上司を騙して開催したやつね。なるほど、そこから運転手を省くことを連想したんですね。さらっととんでもない事実を教えられてるんだが、ない。これで一応全問終了だ。このように普通の人なら気づかないような部分に着目し、そこに罠を作るのが騙しの基本だ。なるほど、勉強になります。勉強になるか。むしろ刑務所で学んできてほしいですけどね。よし、じゃあペンギン、早速この作業をお金持ちにやってこい。あ、なんで俺？正解数ペンギンが一番多いからな。金を騙し取ってこい。いや、これ最終問題取ったやつが勝つシステムなだけだろ。ごちゃごちゃうるさい。いいからやれと言ったらやれ。わかった。次の日。おはよう。おお、ペギン、どれくらいむしり取れた？もう企画、詐欺罪及び社員に詐欺を強要した罪で逮捕する。なぜ一瞬でバレた？さて、ここで問題です。な、詐欺をしろと言われたペンギンは日本で一番のお金持ちに詐欺をしました。さて、どこの金持ちに詐欺をふっかけたでしょう？わかるわけないだろ。答えは国。国家を脅すなど悪質な犯罪だ。終身刑は覚悟しておけよ。いや、確かにお金持ちだけども。ペンパイ、また朝からエナドリ飲んでるんですか？俺にとっての朝食代わりだからな。ちゃんと朝食食べなきゃダメですよ。お前はちゃんと食べてるのか？はい、もちろんです。次回、朝食に食べると失明する気をつけるべき食べ物。今朝も満員電車の中で食べてきましたよ、2、3人。怖っ。上司。おい上司。悪い、ソリティアしてた。またクソゲーですか？クソゲーじゃない。ソリティアは組札とバーターの関係、次の山札を読む関係。やり込むな。例えばこれを見ろ。まずこの盤面では。いや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 、どうした？何これ？ソリティアだぞ。いや、ソリティアだけど。これ僕たちのデザインですか？ああ、言い忘れてたが、抵抗ペンギンのソリティアが配信中だぞ。忘れるな。そんなあっさりでいいんですか？みんな、ダウンロードしろよ。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。抵抗ペンギン、チャンネル登録よろしくな。ペンギン、この仕事よろしく。いやだ。頼むよ。断る。ちょっとだけ。無理。お願い。帰れ。はい、今渡しました。腹具のパンダか。